皆さん、こんにちは。百単価アップコンサルタント、横田修林です。今日はですね、客単価をアップさせる方法ということで、今本を書いているところなんですけど、そこに入りきらなかった事例ということで、一つ紹介したいと思います。こちらをご覧ください。はい、もうこれね、かれこれ何年前かな、もうかれこれ7、8年前ぐらいですかね。に僕見つけてですね、感動したものなんですけど、バケツプリンというですね、商品があります。この商品はですね、名の通りなんですけど、バケツに入った、プリン大好きな人にとっては、なんかプリンのね、プールに入りたいとか、バケツ一杯ぐらいのプリン食べたいみたいな、たくさん食べたいっていうような、ニーズがあるわけですね。で、それで、このような商品を作ったと。これ1リットルの、大きいですね、プリンなんですけど、これね、普通の量の、5倍ぐらいとかね、あるんですね。5人で食べたとしても、みたいなことが書かれてるので、普通のプリンのですね、大きいわけですよ。で、結局、客単価上がるじゃんって話ですよね。だからこれ、一つの、例えばプリンを誕生日プレゼントに、プリン大好きな人に送ろうと思った時に、プリン5個買って送るっていうのはちょっとね、いまいちですよね。だから、そうなったら、例えば、5種類の味がするプリンとかですね。そういうのを買うってことがあったとしても、1つのプリンで、5個買うってことしないわけですよ。そしたら、このようなバケツプリンみたいなものがあれば、そうするとですね、誕生日プレゼントに買おうかなと思いますよね。だから、普通の、日常買うものではなくて、誕生日プレゼントとしただけで客単価上がるわけですよ。で、これが、単純にですね、値段的にも、1個ね、150円とかね、ぐらいのものが、もうちょっと高いね、2000円とか3000円ぐらいでも、誕生日プレゼントなら OK じゃないですか。客単価上がりますよね。だからそのような形で、ギフト対応の値段にするってことが、結構大事だったりしますので、このようなアイデアが出てくるわけですね。これは、どこが始めたか僕もよくわからないんですけど、もういろんな会社がね、バケツプリンってやってるんですよ。で、早くね、これ一番最初に始めた方は、早く俺商標を取っとけば、誰も真似できなかったんですけど、なんかバケツプリンっていう言葉ができました。だったら、バケツなんとかっていうものね、他の業界でできないかなって考えてみてもいいと思います。なんかね、このグルメっていうものとバケツってね、一見こう、ギャップがある、バケツってちょっと汚いみたいなね、イメージがあるんですけど、このギャップが良かったりするんじゃないかなと思いますので、ぜひ客単価アップのために、バケツラーメンとかね、やってみても僕いいんじゃないかな。確かありますけどね、と思います。はい、今日は客単価アップさせる方法ということで、一つ紹介しました。客単価アップコンサルタント、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。